どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、なんと速報ということで、JAL がですね、国際線タイムセール、またね、JAL 減額マイルキャンペーンですね、こちらも国際線で発表されましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、今日のね、日付変わったぐらいにですね、ANA のね、国際線タイムセールが出ましたよね。同じタイミングで JAL もね、国際線のタイムセールがね、行われております。またね、これと一緒にですね、JAL のね、国際線の減額マイルキャンペーンもね、発表されておりますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、公式サイトね、こういった形になっております。JAL 国際線タイムセールということで、乗り継ぎ運賃なら日本国内空港からの乗り継ぎの追加料金もなしということで、今回ね、タイムセールが開始になっております。このタイムセールね、もう始まっておりますので、気になる方はですね、動画止めて一回ね、概要欄から公式サイトでね、路線検索してみたりね、していただければなと思います。で、予約期間がですね、2023年の7月の6日0時から2023年7月の13日23時59分までっていう風になります。こちら一部の路線はね、7月20日23時59分までっていう風になっておりまして、搭乗期間ですね、2023年の7月の6日から2024年の3月31日までということで、こちらね、路線によって期間ね、決まっているわけなんですけれども、ハワイとかだとですね、来年の2月29日までね、こちら利用することができるっていう風になりますんで、年末年始とかもね、こちら利用することがね、理論上はできるっていう風になっておりますんで、ここら辺もね、視野に入れてね、今回のキャンペーンね、ぜひ、利用していただければなと思います。で、対象路線なんですけども、結構ね、たくさんありまして、ANA と同様ですね、結構いろんな路線がね、今回セールになってるんですけども、まあ、ピックアップということで、一番おすすめ路線だけね、今回紹介させていただきたいなと思うんですけども、こういった形になっておりまして、東京、大阪、名古屋、ホノルルエコノミークラス、国内空港からの乗り継ぎ追加料金なしということで、往復ね、7万7000円から、利用することができます。こちらね、ANA と同様に、燃油サーチャージはね、込みっていう風になっておりますんで、7万7000円で、これに追加されるのが、別途、航空保険特別料金であったり、旅客施設使用料などはね、プラスされるわけなんですけれども、燃油サーチャージはね、込みで、利用することができます。またね、東京、大阪、名古屋、福岡、バンコク路線ですね、8万7000円で往復でね、利用することができます。で、また東京、グアム、エコノミークラスが6万円。また、東京、グアムのビジネスクラスが10万円。で、東京、大阪、名古屋、福岡、シンガポールが8万7000円。東京、大阪、名古屋からシドニー、メルボルン路線がエコノミークラス10万円。東京、大阪、名古屋、シドニー、メルボルン路線エコノミークラスが往復10万円からっていう風になっております。これ以外にもですね、パリ路線が16万円だったり、メルボルンのね、ビジネスクラス38万円だったりね。あとね、結構安いなと思ったのは、クアラルンプールが往復9万6000円とかですね。あとね、台北とかもね、ありまして、こちらね、エコノミークラス4万7000円とかもね、ありましたので、結構ね、幅広く、今回ね、キャンペーン対象路線ね、ありますので、ぜひね、皆さんね、キャンペーンページね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ちょっと私の方でですね、簡単にハワイ路線でですね、ANA と JAL ね、実際どんな感じでね、値段ね、出るのかっていうのね、最安ね、ちょっとちょこちょこね、検索させていただいたんですけども、JAL の方はですね、若干安いですね。燃油サーチャージ込みで98,850円でね、最安値が出ております。10万切っておりますんでね、かなりいいですよね。で、ANA の方はですね、エアバス380、成田空港発で、フライングホールね、乗れるわけなんですけども、ANA の方は私が調べた感じだと、10万と6560円ということで、まあ、こういった形になっております。まあ、こちらはね、あくまでね、目安で、見ていただければなと思うんですけども、私が調べた感じだと、若干ね、JAL の方がね、安くなるっていうところですかね。まあ、フライングホールが乗れたりですね、またね、行ける日程とかですね、成田、羽田とかでね、また条件変わってきますし、JAL の方はですね、国内の乗り継ぎ費用もですね、追加費用なしでね、利用することができるっていう風になりますんで、羽田成田メインじゃない方はですね、絶対 JAL の方がね、安くなってくるかななんていう風に思いますんで、まあ、ここら辺ね、
お好みになると思いますけども、ぜひね、チェックしていただければな、なんていうふうに思います。で、JAL のね、国際線に関してはですね、ポイントサイトね、あるんですよね。楽天のポイントサイト、楽天リーベイツっていうのにですね、JAL の国際線 1% 還元ね、楽天の通常ポイントでね、経由して購入していただくだけでね、貯まるっていう風になりますんで、こちらもね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、こちらも忘れずにですね、経由して購入ね、していただければなと思います。それでは次にですね、ホノルルグアム路線の JAL 減額マイルキャンペーンもですね、こちら開始になっております。JAL 国際線特典航空券、秋のホノルルグアム路線ディスカウントマイルキャンペーンということで、こちら公式サイトね、ホノルル往復2万8000マイル、グアム往復1万5000マイルということで、こちらもね、ANA のキュンありましたよね。6月分のね、ANA のキュンと同じような感じでね、キャンペーンね、打たれております。で、こちらはですね、予約期間が7月の6日から7月の31日まで、搭乗期間が9月の1日から10月の28日までということで、こちらね、かなり予約期間ね、幅広く設定されているっていう風になりますんで、まあね、早めに予約していただいた方が、このね、JAL の国際線っていうのは、まあ、今回のキャンペーン路線がですね、普通席の一番安いね、空席で空いている場合はね、こちらに対象になるっていう風になりますんで、まあ、どんどん空席なくなってっちゃうとは思うんですけども、予約期間自体はですね、約1ヶ月ぐらいね、ございますので、かなりね、利用しやすいかな、なんていう風に思います。で、今回のね、対象路線なんですけども、JAL 便、JAL 運行のホノルルグアム便がね、対象っていう風になっておりまして、東京、羽田、成田、大阪、関西、名古屋、中部、発着便のいずれも対象っていった形になります。で、必要マイル数なんですけども、先ほども言った通りですね、エコノミークラスの基本マイル数で申し込みいただける空席がある場合に、今回のね、この減額マイルキャンペーンの、適用がされるっていう風になっておりまして、先ほど言った通りですね、必要マイル数はグアムが往復1万5000マイル、ホノルルが2万8000マイルっていう風になります。いやーねー、グアム路線往復1万5000マイルはね、かなりいいですよね。片道7500マイルですからね。ですね、本当にこの前のね、ANA の9にかなりね、合わせてきてるっていう風になります。で、ハワイ路線はですね、往復2万8000マイルということで、まあこちらもね、必要マイル数はね、かなり少ないんですけども、そう、燃油サーチャージがね、JAL の国際線の場合はかかってきてしまうっていう風になりますんで、またハワイだとね、かなりかかってきてしまって、まあ私ね、先ほど、どんな感じでね、この基本マイル数で予約できるのかなということで、検索させていただいたんですけども、ハワイ路線はですね、2万8000マイル往復ね、必要マイル数かかって、燃油サーチャージはね、5万6500円ということで、ちょっとね、ガツンときますよね。2万8000マイルで5万6500円、っていうところなんですけども、まあ、こういった感じでね、まあ、今回のキャンペーンのね、マイル数でも発見することがね、できるっていう風になっておりますんで、結構ね、幅広く設定されているね、便ございましたなので気になる方はぜひねチェックしてください。でいいなと思ったのはやはりグアム路線ですね。往復ね1万5000マイルで燃油サーチャージもね2万8290円ということで、まあこちらもね同じ、期間でですね検索させていただいたわけなんですけども、まあ3万円ぐらいだったらいいのかなっていうところなんですけども、まあ今回もね、タイムセールでもね、東京グアム路線ね、往復6万円からね、出ているっていう風になりますんで、まあこちらはお好みになるかななんていう風に思うんですけども、まあ選択肢のね、一つとして、まあ1万5000マイルで2万8290円だったら、まあこっちでもいいのかなっていうところをね、いたしますので、ぜひね、こちらもチェックね、していただければなと思います。ということで今回ですね、JAL が国際線タイムセールと国際線減額マイルキャンペーンで発表いたしましたので解説させていただいたわけなんですけども、いやーいいですね。ANA にね、完全に追従してきているという感じで、JAL にね、お願いしたいのは、フライオンポイント2倍キャンペーンですね。今のところね、ANA はフライオンポイント2倍キャンペーンね、7月からね、開始で今ね、やっておりますけども、JAL の方はね、まだ発表されておりませんので、まあ、これもね、もしかしたら来るのではないのかな、なんていうふうに思っておりますんで、こちらもね、期待したいですよね。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。